はい、おはようございます。週末登山部チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、岩手県宮古市にあります兜明神岳を登っていきたいと思います。このチャンネルでは2回目の、登山となります。今回は兜神社コースというコースを登っていきたいと思います。朝焼けが見れるといいなと思ってます。それでは行ってみましょう。結構登山道は分かりやすいね。まあ、ピンクのリボンはないけど、普通に歩いた形跡があるので分かりやすいですね。ひたすらに登ります。兜明神岳まであと500メーターですね。まあ、道自体は急じゃないですけど、ちょっと滑りやすいですね。手袋とかストックとかあった方がいいかもしれません。はい、もう少しで山頂ですね。そしてここで鎖が出てきましたね。気をつけて。いいね。うん。ああ。気をつけてマジガチで。お、やっぱこの感じがいいな。兜明神だけはいいな。ここ上がっていくよ。さあラストのあれですね。もう山頂は手袋必須ですね。はい、1年ぶりの兜明神岳です。やっぱり山頂からの景色と岩場のスリルがありますね。ご視聴いただきありがとうございます。前回の動画で駒ヶ岳に登ると言ってましたが、ちょっと秋田の方の天気が思わしくなさそうだったので、急遽、兜明神岳に来ました。やっぱりいいですね、兜明神。また登りに行きたいと思います。また近いうちに、登りたいと思いますので、次回の動画もご視聴いただければなと思います。
所ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、下山しますけども、動画はとりあえずここで終わりになります。はい、それではまた。